タナヤンゴルフチャンネル。はい、皆さんおはようございます。タナヤンゴルフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。この景色でわかる方いますか？クラブハウス、あ、クラブハウス見えない、小屋で見えない、こっちですね。はいはい、奥に見えます。そうです、河口湖の近くにある、富士クラシックですね。スタート9時20分、霧がほとんど晴れてるんですが、富士山は残念ながら見えず、この方向に富士山があるはずなんですけども、はい、残念ですね。グリーンがめちゃくちゃでかいんでね、パッティングが大変ということなんで行ってきます。はい、ということで今回は富士クラシックです。ゴルフ始めて3年目ぐらいですかね、35歳の頃、地元仲間と2回ぐらいこちら来たことあります。手前はテイ君です。冬場は雪化粧された富士山が目の前に広がっても最高です。この時は最高の天気でしたが、今回は残念ながら、はい、ちょっと曇って全く富士山が見えない状況です。まあゴルフしに来たんで楽しみながら、はい、ラウンドしていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。じゃあお願いします。はい、あ、太陽出てきた。こちらのコースの特徴的なところはやっぱり風とですね、グリーンの目、で、あと標高が高いので番手がちょっとね読みづらい、結構飛んじゃうんですよ。そのあたりと、あとフェアウェイはですね、アンジュレーションがものすごいです。もちろんいろんなコース平らなところ一つもないんですが、こちらのコースはですね、それにも増してかなりきつい傾斜があるので落としどころが結構難しいですね。でこのショットも、130ヤードちょっと9番で打ったんですが、あれっていう感じでめちゃくちゃ飛んじゃってましたね。もう一度距離計で確認するんですが、間違ってなかったので、まあ、9番で145ヤードぐらいかなという感じの計算ですね。はい、今回一緒に回ってるのは、岡ちゃん、前にね、勝負させていただいたインストラクターやってる岡ちゃんですね。それと岡ちゃんの友達のまっちゃん、今パッティングしたまっちゃんですね。で、あとは、岡ちゃんがやってるですね、ゴルフ場キャディやってるんですけど、そこのゴルフ場のキャディ仲間の女の子、4人で回ってます。このグリーンもですね、右からこっちから見て右側に富士山があるような感じで、やっぱりね、富士山から順目っていうことでかなり、効いてます。この女性がですね、25、6歳だったかな、まだゴルフ始めて1年ぐらいなんですけど、めちゃくちゃうまくてですね、もともとバドミントンやってたのかな、富士倉で今回100ちょっとだったんじゃないかな、スコア。ゴルフ始めて1年で富士倉来て100前後ってすごいなと思いましたね。あとは非常に可愛らしい綺麗な方なんで、ちょっと棚屋緊張してます。続いて11番ホール、ロングですね。ちょっと右にドックしていくようなコースです。で、はい、左サイドバンカーがちょっとあるので、あそこは入れたくないので右サイドから回していくような感じだったんですが、ドローがかかりきらず右のラフで、このグリーン、ですね、池、これをちょっと見ていただきたいんですが、セカンド左足上がりのこのライで無理にグリーンを狙っていくのはちょっと禁物ですね。なぜならこれは引っかかりやすいライでもあるし、グリーンの先っちょにこうピンが切ってあるので、変なとこ乗せるとですね、パッティングで、はい、ラフがかかってくるっていう状況になっちゃうので、これはしっかり刻んで手前80ヤード残りぐらいにつけられたらなという感じで打ちました。はい、で、3打目ピン位置が
ちょっと見えてると思うんですが、70ヤードちょっとですね、56度で、ただ奥行きが狭いのでちょっと距離感大変です。これはいい感じで打てて、ちょっと見えグリーン面見えないんですけど、しっかり乗ってましたね。方向がちょっと、でバーディーパット。これは富士山がこの左側の奥にあるような感じなので、そちらからこう芝目が強いので若干スライスするかなっていう感じですね。あ、しない、あ、強かった。傾斜以上に目の方が影響を受けるなっていう印象があります。目ってやつだね。でちょっと中途半端な距離でパーパット。うん、これは入れることができてよかったですね、はい、続いて12番ホール。あの奥にあるバンカー2つなんですけど、手前側のバンカーはですね、もう今グラスバンカーになっちゃってますね。ちょっと難しかったのかな、うん、改修工事があったようです、うん、ちょっと左に引っ掛けてますね。で今回のゴルフ、まあちょっとリンクスっぽくて風もね結構効いてきているので、でラフも、まあ、この時期になってくるとだんだん伸びてくると。でそういう中でちょっとボギーを死守するというか、まあダボを打たないゴルフっていうのを意識して、いきたいなっていう気持ちでちょっと今回来てまして、うん、やっぱりこの前回動画でもね説明した、はい、ドライバーのフェアウェイキープ率っていうところを意識して、うん、あんまりラフに行かないようにというと、こういう風にねフライヤーも置きやすい時期になってきてますのでピンあそこから打ってここまで来ました。140ヤードを9番で打ったんですけどね、ピンまで約30ヤードちょっと、はあ、これはピンが頭チロッと見えてます。でこちらからアプローチですね、だいたい30ヤードちょっと、うん、56度でふわっと上げるようなアプローチをしたいと思います。まあ、このライですとロフトが多分60度以上出るんで、左足上がりなんであんまりすくい上げるような動きは絶対入れないようにというような感じですね。ただグリーン面がちょっと受けていたので思ったよりも止まってしまったという感じですかね。まあ、パーパットが 2,3 メートルのパーパットが打てるという状況に持ってくることが、まあ、ボギーベースのゴルフに必要なことになってくるので、まあ、たとえねティーショットセカンドミスしたとしてもこのように、アプローチで寄せてくる、いいんじゃない、しっかりとピンに近づけるということが、うん、非常に重要になってくると思います。すごいね。はい、続いて13番ホールピンまで151ヤード。これもね、番手散々迷ってですね、みんなオーバーしてたんで、これはもう8番じゃないな、9番だということで、握ったんですが、ね、完璧だっていう感じだったんですけど、ショート。どういうこと？まあ、これはピン方向行ってたんですけども、残念ながらショート。ですね、アイアンこれちょっとライン出しに行って、かなりボールは内側右足寄りに置きながら打ってます。じゃ、うん、コンパクトにこうねスイングできるとやっぱり芯に当たりやすいので、こういう打ち方っていうのは結構役に立ちます。で手前からのアプローチ、ちょっとグリーンエッジに落としてコロコロって転がればなっていうところなんですが、落としどころ完璧だったんですけど、思ったよりも、まあ、ラフがきつかったんでスピンほどけますよね、それはね。かなりオーバーしてしまって、ここからちょっと難しいパーパットになります。ちょっと前半はこういうパットが続きます。
はい、スリーパットももちろんありますし、なかなかねこうタッチはあってはいたんですけども、カップ周りのこう傾斜、目っていうのがちょっとね読みづらくて、同伴者の切れ方見てですね参考にしてもちろんやるんですが、なんか逆サイドになるとまた違ったりとか、そんな感じでしたね。本当、ね、これもねグリーンの形状がおかしいです。はい、右にビヨーンって長くて手前にバンカー、これ奥10ヤードぐらいしかないのかな、グリーン奥。これどこに乗せても3パットの気がする、ピンに絡めないと。むしろこれ乗せない方がいいよね、こういうグリーンで、うん、すごいですねグリーンの形状が。ここも難しいです。ただ左サイドバンカーが連続してあるので、まあ、右サイドからちょうど風も右から吹いてるんで、グリーンのですね右サイドに打ち出して、ドローで戻ってくるような球をイメージしてます。これは完璧ですね、6番アイアン、はい、狙った通りです。ただここですね乗ったんですが、はい、20歩ぐらいのバーディードライっていう感じなんですが、上りのフックライン非常に難しいラインです。あ、こんな切れる、もうね、で同伴者の岡ちゃん、ほんとパッティングがうまいんですよね。こういうのでしっかり入れてくるっていうところが、うん、うん、そうですね、ショットが不調であっても、しっかりスコアをまとめてこれる要因になるのかなと思います。で私奥から下りのスライス、はい、これはまあ3パットしょうがないかなっていう感じですね。続いて15番ホール、ロングです。左サイドにバンカー大きなのあるんで、そこ入れたくないので右サイド、はい、まあ木とかがないんでちょっと広く見えるんでノンプレッシャーで OK、 よいしょ、いいよ、決まって、これは打っていきました、飛んでね、完璧ですね右サイドフェアウェイ。前回お伝えした通りこのドライバー、まあアイアンも前ショットそうなんですが、正面からスイングを捉えた時に地面と右足の角度、これをキープしながら打つことを毎回心がけてラウンドしてます。積極的にこう左にも乗っていけるので非常にバランスの取れたスイングに、なってきた要因は、はい、そこにあると思います。こういうちょっと傾斜のところでもね非常にうまく、うん、インパクトが揃うようになってきて、非常にロングアイアンでもですね、はい、安定して芯に当たるようになってきてます。でこちらから3打目、102ヤード、ちょっと風がわからないなという感じなんですが、ピン位置、グリーンの左サイド、うん、ちょっと左攻めすぎないようにっていうとこを意識してますが、ちょっとこれは逃げすぎましたね。うん、右はい、でちょっと奥につけて右サイドから少し下り入るフックラインっていう感じですね。13、4歩だったと思います。いや切れない、ほら、ね、全然切れない、全然切れない、うん、ちなみに以前、ゴルフ始めた当時ですね、さっき写真もありましたけど富士クラシック来た時は多分120ぐらい叩いたんじゃないかなと思います、はい、でやっぱこうやって改めて来るとこうコースの楽しさとか、まあ、当時とはまた違った、攻め方っていうのが当然出てくるわけで、まあ、そういう意味で昔よく行ったコースにねまた再度行くっていうのは非常に楽しいですね。で
このホールはちょっとちらっとさっき出ましたけど、ど真ん中にあの万字のマークのバンカーがありまして、はい、これですね。いいですね。でアゲンストがかなり強かったんでクラブかなり短く持ってるのがわかると思います。でいつもよりボールを内側に入れて、低く打ち出すようなスイング。でシャフトが硬くなるんで方向性が良くなるのと、球に余計なバックスピンかからないので非常に、棒球が打ちやすいというので、アイアンでライン出しをするような感覚でドライバーも、振ってます。このショット結構使えますよね。あの打ち下ろしとかあんまりねこう球を高く上げたくないとき、早くボールが落ちてほしいときとか、まあそういうときに結構はい使います。これはアゲンストが結構強くてですね、52度ではちょっと厳しかったですね。ピッチングぐらい持って奥に乗せても良かったかもしれないです。アプローチピンまでこんな感じですね。このぐらいまで持ってこれたらちょっとパーはセーブしたいなっていう気持ちはありますね。グリーンエッジ落として下りが入って、めちゃくちゃさすが、はい、ちゃんと読まないと、まあまあまずまずですね。ただこれはですねスライス逆サイドからちゃんと見て、読んでいかないといけないですね。今のスライスは全く読んでなくてまあちょっと上りのラインが残ったのでしっかり打っていきたいと。これは、ナイスパーセーブです。17番ホール、池が周りにがっつりあって、まあ、今日ピンの切ってる位置がそんなにど真ん中なんで難しくないかな。いけると思います。でこのパー3は非常に美しいですね。手前がとこうバンカーがあって奥にも不思議な形になってますけど、はい、名物ホールです。ちょっと番手を迷ってまして、9番アイアンピンまで140ヤードです。やりすぎた、はい、やりすぎちゃったねっていう。グリーンのまあほぼ乗ってなかったかな、この芝が思い切りかかってるんで、はい、これは手前に芝が結構深、高めのがあるのでちょっとパターでは打てないなという感じなんで、9番アイアンのエッジですね、カツッと当てて、転がしていきたいなっていうところなんですが、これちょっとミスですね。もう少し、赤道を近辺に当てたかったんですけど、少し下に入ってしまってボールが、はい、浮いてしまった感じですね。で長いパーパット、4メーターぐらいかな、若干スライスしそうなラインです。これはちょっともったいないボギーですよね。あそこに乗せておいたらね、やっぱり2打で上がらないといけないとこだったと思います。はい、最終ホール左側が全部池になってますね。長くなので引っ掛けは禁物で、ちょっと右向いて、はい、打ちましたが、ちょっとドローが強めにかかって、まあ、チーピンですね。当たりが非常に悪かったです。で、セカンド打ち上げの約100ヤード、これはですね今までの経験生かしてピッチングで手前から、アプローチのような感覚ですね、転がしていくようなイメージで、打ちました。この打ち上げ、ピンが上にあるときにこうすくい上げるような動きが入るのが非常に良くないので、右サイドのグリーンエッジから、そうですね、ドロー回転で少し低く打ち出すようなイメージです。先ほどアゲンストで打ったドライバーの打ち方と似てますよね、感覚的には一緒で、全クラブ通してあんまり長い短いでこう打ち方が変わるっていう考え方はあんまり僕はおすすめしないですね。全番って、まあウッドは若干打ち方変わるんですが、はい、
まあ感覚的にはあんまり差があると、うん、好不調の波が多くなった時に打ち方が分かんなくなっちゃうんで。でバーディートライ。これも多分芝目です。ちょうどこの画面右サイド真後ろにですね富士山があって、順目で左にこう目が強いっていうのが分かっちゃいるけど、こう打てない、もっともっとカップ右端ぐらいだったのかなっていう感じですね。これはもったいないですが、うん。でまっちゃん、まっちゃんこれねパーパットですよ。ティーショットがクリーンほとんど2、30ヤードのところまで来てましたね。めちゃくちゃ飛ばすんで、後半ちょっとねショットを1回撮らせていただいて、皆さんにお見せしますけどはい、でこれは、はい、とんでもないスリーパットをしてしまいましたっていうところで外してます。インコース、6オーバー42ですね。パット数がなんと20ということで、一番最後のホール2ホールかな、あもったいなかったなという感じなんですけど、後半はですねちゃんとっておかしいですが、パッティングも決まり始めて、ショットもさらに良くなっていくので、次回の動画楽しみにお待ちください。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。失礼します。